周翔選は中国の政治家、銀行家。父親は機械工業部部長を務めた周建南であり大使党に属する。中央機元国務院総理に同じ成果大学出身の改革派テクノクラートとして引き立てられ中国人民銀行業長、貨幣政策委員会主席を歴任した。中国の中央銀行は先進国の中央銀行と異なり、 中国共産党や政府から独立して、金融や為替政策の判断は行えず、中国人民銀行業長は中華人民、共和国国務員を構成する閣僚であり、共産党での序列は最高指導部の他の7人に遠く及ばない。例えば、2008年の世界金融危機の際は、州の反対を退けた国務員に従って大規模な金融緩和を実行したことで、 マネーサプライの伸び率を高めた中国人民銀行は、総資産が世界最大の中央銀行となり、スタンダードチャータード銀行は、周商船は中国の中央銀行トップのみならず、全世界の中央銀行のトップであるとも評した。しかし、中国経済ウォッチャーは、わかりやすい言葉で、経済政策を説明する力に期待して、周の言動に注目してきた。 アメリカ合衆国の FRB 議長を務めたアラン・グリーン・スパンもその著書波乱の時代において BIS の定期会合で主要途上国の中央銀行関係者から特に歓迎された。衆総裁は英語が堪能で国際金融に精通している上他の情報源からは知ることのできない中国の実態を素直に話してくれたと紹介し高く評価した。 在任中は国際通貨基金の特別引き出権を国際準備通貨にすべきと主張したことで、州は国際的に注目され、2015年11月に人民元は IMF における SDR 構成通貨入りをした。また、ビットコインやリブラなどの仮想通貨は法定通貨の脅威となると主張しており、2014年に州は 中国人民銀行による中央銀行デジタル通貨の研究開発を決定した。ABCDE 朝日新聞二千十六年一月二十八日、長官第十七面ザコラム、背景、ミスター人民現史上と対話してますか吉岡稽子中国人民銀行の州小船総裁、全国政治協商会議副主席に、総裁続投可能にロイター中国人民銀の、 州総裁、国政助言機関の名簿から外れるマイナス近く、退任か、ブルームバーグ人民議員総裁、周小泉氏が退任公認は、海外経験豊富な駅綱氏 CNN.co.jp 派と、トランプ氏、利下げしない米金融当局は、有害と非難再開。2019年11月3日閲覧。長州課長、大田康雄監修。 中国の金融システム貨幣政策資本市場金融セクター8ページ日本経済新聞出版社他の中銀と真逆に進む中国人民銀行日本経済新聞2020年11月26日閲覧2012年の中国経済経済産業研究所2020年11月26日閲覧中国人民銀 創始参考で世界の中央銀行のトップに、イコール2月末、欧州中央銀を抜く、中国史レコードチャイナ、2020年11月26日、閲覧。アラン・グリーン・スパンチョ、山岡洋一、高藤裕子役、波乱の時代、世界と経済の行方した日本経済出版社66ページ、注目される、中国発、SDR 準備通貨構想。 ドル基軸体制にノーとい優秀商戦人民銀行総裁経済産業研究所2015年12月1日閲覧助借賃、リフォームザインターナショナルマネタリーシステム国際決済銀行2015年12月1日閲覧収商戦論文の波紋中国からドル基軸通貨見直し論サーチな 2015年12月1日閲覧。女子チンリフォームザインターナショナルマネタリーシステム。国際決済銀行。2015年12月1日閲覧。チャイナコールズフォーニューリザーブカレンシー。ファイナンシャルタイムズ。2009年3月24日閲覧。中国中央銀総裁仮想通貨を強く批判、幻想を抱かせる。朝日新聞。 2019年11月3日閲覧。デジタル人民元で中国は世界のビッグブラザーになる現代ビジネス。2019年11月3日閲覧。中国、中央銀行のデジタル通貨は現金と電子マネーのいいとこどり。インプレス。2019年11月3日閲覧。ありがとうございます。